はい、どうもこんにちは、小麦のどれ元気です。本日は福島の郡山に来ております。さあ行ってみましょう。おはようございます。皆様長らくお待たせいたしました。ただいまより小麦の奴隷郡山店オープンいたします。じゃあどうぞお入りください。実はサンドイッチ伯爵って人が、はい、どうもお疲れ様でした。無事販売と、はい、いうことで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんね、本当に準備大変だったと思いますけれども、はい、はい、じゃあちょっと自己紹介の方。自己紹介、はい、はい、店長のクーです。はい、クーちゃん可愛いですね。はい、じゃあ次このなぜお二人は、はい、私から店長クーのサポーターのマー君です。はい、サポーターマー君はい、店長クーサポーター B のたっちゃんです。B 面白い。お疲れ様です。店長どうでしたか、クーさん、やってみてオープンを。いやずっとね、怖い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 って言ってはったんですけども。そうですね、やっぱ、はい、最初初めてのことなので不安でいっぱいだったんですけど、うん、やっぱこの2人の支えもあって、はい、無事1日目を終了できて、はい、よかったと思います。サポーター AB のそうで AB のおかげですそうですか。あのサポーターの方々どうでしたか。いや、僕は、はい、あのその店の混み具合よりも、うん、あの起きられるのかが心配で、分かる、今日は寝てないんです。僕寝坊したことありますもん。あ、そうですね。どうですか、タク君は。なんか、はい、最初なんか講師のマサヤンさんがこの店はなんか絶対午前中ぐらいに完売できるみたいな、うん、期待を込めてくれて、なるほど、やっぱり不安 で実際めちゃめちゃ早かったんで。そうですね、めちゃめちゃ地域に愛され始めるのかなって、うん、期待、はい、嬉しかったです。まあ、ちょっとね、後で来ないとお客様にはね、あの買えなかったら申し訳ないんですけれども、まだちょっと時間をずらして合わせて来ていただければなと思います。で、今後こういうお店にしていきたいなとかありますか。まあまあ、まだまだね、お若いと思うん で、これからチャレンジたくさんいろいろできると思うんですけれども、とにかく笑顔が絶えないお店に、ク、はい、ルーも、はい、あの周りの地域の方々も、うん、笑顔になるような、ここが笑顔の発信源になれるようなお店にしていきたいと思います。素敵です、はい、そういうのもねストーリーズとかツイッターとかどんどんこう出していってください、はい、今日の、スタッフの笑顔とかやっていきましょう。はい、何、はいはい、かありますか、サポーターのお二人は。フレッシュなんで、はい、全員若いんで、はい、フレッシュさを出して、さっき言ったインスタとかストーリーでバンバンなんか、うん、いい目イケイケな感じの雰囲気を発信できたらいいなと思います。クー、はい、店長の笑顔をサポートするということで、はい、あ、いいですね、あ、いいですね、いいですね、笑顔でいるようにサポートするということですね。お願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ最後に We are Dredge 締めくくりたいと思いますんで、はい、じゃあ行きましょう。 We are Dredge。